レッドリボン軍からの刺客タオパイパイが現れる。最強の殺し屋を前に一度は勝負に敗れるが、カニン島でパワーアップを遂げた悟空は再度タオパイパイに戦いを挑むのであった。おとなしくドラゴンボールを渡せ。それとも今度こそ本当に死にたいのか。ドラゴンボールは渡さねえ。おめえなんかにゃもうやられねえ。おめえは果てで殺さねえ。この世界一の殺し屋タオパイパイ様を素手で倒してやるだと。そうだ、おめえみてえの悪いやつはこの手で直接倒さないと気が済まねえんだ。つまらんギャグを言おうってガキがお調子に乗るとこうだからな。いいから堂々とかかってこいよ。ガキだと思って手加減してやればいい気になりよって。悟空さん、すごい。やった。なんだと。貴様、3日前とは動きがまるで違う。どういうことだ。ほら、隠れたわけじゃねえ。塔のてっぺんまで登っていったんだ。聖地カリン、まさかお前を修行したというのはカリンという仙人じゃないだろうな。そうだ、よく知ってんな。ただの古い言い伝えだと思っていたが、本当にいたとはな。面白い。健康のためにたまには軽く運動でもしてみるか。ビャッ！やった！おのれ！私が悪かった。許してくれ。お願いだ。許してくれ。絶対取ってやっかんな。悟空さん、頑張って。ご釈迦な。おのれ。
ドラゴンボール全部集めて父ちゃんを生き切らしてみせる。